食べたい。
クラブはね、まだまだです、本当に。後期も言ってたんですけど、すごい多分未来はあります、このクラブには。今までも多分そういう選手がいっぱい来て、そういう選手が皆さんの思い感じて、このクラブで戦ってきて、多分皆さんもね、その選手、このピッチじゃないところで選手を見ても多分こう応援してくれるっていうのは、多分そういう気持ちを持ったやつがこのクラブにいたからです。絶対人は人に動かされるんですよ、心が。俺はそう思ってます。俺はそう思ってここのクラブで7年間やってきた。ケンさんにここのクラブに入団させてもらってから、一番それは皆さんの思いから感じました。だからその思いはなくさないでいただきたい。だから皆さんが選手に怒ったっていいんですよ、クラブに怒ったって。そんだけの思いがあんだから、それぐらいの思いがあったら言ってもいいんです。じゃなきゃ分かんない、分かんないこともある。こんだけ皆さんによくしてもらったら当たり前になって思ってしまうこともある。でもそれじゃダメです。地域に根付くっていうのはそういうことじゃない。本当に地域に愛されて、選手が愛されてクラブになるには本気にならなきゃダメです。皆さんもそう思って、俺はこれからもこのクラブを応援します。皆さんのことも愛してます。そう思ってやってください。僕はトライアウト行きます。でもそれでダメだったらサッカー諦めます。この地域のこの皆さんのためにここで働きます。次は選手という立場じゃなくても、選手じゃなくてもそんなの関係ない、そういう思いで僕います。だから皆さんもそういう思いで、もちろんその思いでこれ今までも応援してもらいましたけど、これからもこのクラブ育てていってください。本当に、ね、僕皆さんがいなかったらこのね、素晴らしい7年間はね、過ごしてないです。今までサッカー17年間やってきたけど、こんなに思いで持ったサッカーを持ってやったことないです。で、それはもう皆さんのおかげです。本当に普段会ってそうだし、サッカーの時だけじゃなくてプライベートでも皆さんがそうやって声かけてくれて、選手のことを思ってくれて、だから頑張れて。そんな皆さんのためにね、これからも僕は残りの人生頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。